Sports 1 Live. この番組はアウディご覧のスポンサーの提供でお送りします。2020オートバックススーパー GT 鈴鹿100キロレース、実況は私ミサでお送りいたします。本日は15名の方がエントリーをいただいております。誠にありがとうございます。さあではですね、本日のレギュレーションルール設定についてご紹介させていただきます。さあ、本日のコースは鈴鹿サーキット。コースコンディション、時間は15時45分開催ですね。今回100キロレースですので、周回数が18周となります。最後まで、走り切れる方のみ、ご参加いただけます。レース設定、スタート方式がローリングスタート、グリッド走行、タイムによるグリッドですね。フリー走行での予選となります。そしてタイヤ摩耗が4倍、燃料の消耗が3倍です。続いてレギュレーション、カテゴリーグループ2、GT500 クラスですね。2016年規定、DTM 規定のマシンの方がおすすめかなと思います。2008ですかね、2008ですと、まあ、若干ちょっと遅いような気がしますけど、まあ、それでもね、使いたい方は、使ってどうぞ。そして、タイヤですね、レーシングソフトタイヤからハードタイヤとなっております。セッティングは禁止です。そしてペナルティの設定なんですけども、こちら GTS の既存のペナルティではなく、こちらの方で判断してペナルティを出していくという形になります。そうですね、もし接触とかあった場合は、こちらの方でリプレイ検証して、していきたいと思います。もしね、全部が全部見切れるわけではないので、もしね、見切れなかった場合は、申し訳ないです、すいません、電話ご了承ください。さあドライビングオプションの、制限はついておりません。まあ、使いたい方は、使ってどうぞ。あ、もうしばらくお待ちください。本日はフリー走行での予選となっております。21時15分までフリー走行での予選となっております。21時15分になりましたら、決勝を開始させていただきます。決勝ですね、レーススタートする際なんですけども、最近、GT スポーツの赤化によるバグが多発しております。もしですね、赤化になった方、いましたらですね、一回入り直しをしていただいて、行くっていう形なんですけども、赤化による再スタートは1回までとさせていただきます。赤化による、赤旗は、1回までとさせていただきます。はい、まあ、赤化になる原因としてはですね、こちら右下の方ですね、ちょっと丸源が邪魔で見にくいと思いますけども、ちょっと伏せましょうか。はい、こちら右下の16分の16、右の方にちょっと水色の
文字が映ってると思いますけど、14名がエントリー中。今現在ですね、今ちょっと1人エントリーしませんけど、13名。もしですね、本来であれば13名なのにもかかわらず12名、11名、10名っていう方が、もしいらっしゃる方がいましたら、入り直しの方お願いします。入り直しですね、すいません。ただいま14名の方がエントリーしております。さあ、21時15分までフリー走行です。さあ、それではフリー走行による予選ですので、フリー走行実況でいきましょうかね。2020オートバックススーパー GT 鈴鹿100キロレース、さあ今回フリー走行での予選となっております。21時15分までとなっております。さあ予選残り時間が残り9分となってきました。さあただいまファーストスラップを出したのはジャックナイフ選手、1分47秒231。さあこちら、リアライズコーポレーション GTR ですね。さあそして2番手には、ミニオンク選手、京浜 NSX、 さあタイムが1分47秒858となっております。さあ新規の方が来られましたので、ちょっと案内させていただきます。すいません、フリー走行での実況ですけどしばらくお待ちください。さあ2番手ミニオンク選手なんですけど、ちょっと回線の調子があまりよろしくないか、まあ、決勝ではスタートできるといいんですけどね。さあそして3番手には GTR、タイムが1分48秒099、今さっきの週でタイム更新しましたね。トップとの差がコンマ8秒差。今回ですね、燃料減らした分だけ、まあ、有利となりますので、ジャックナイフ選手はどうでしょうか。かなり減らしていってますかね。他の方に比べると、ものすごい減ってるかなと思います。ミニオク選手抜けましたけど、おそらく入り直しでしょう。予定通り21時15分から、レーススタートさせていただきますので、よろしくお願いいたします。さあ、 あと5分ぐらいあればミニオンク選手も、これは満員ですかね。ミニオンク選手は多分入ると思うんで、ちょっと確保しますね。もし入るのであればコメントしてください。あ、診断していきます。その後また入るっていう形でいいですかね、ミニオンクさん。満員です。ごめんなさい。すいません、今入ってきた方ちょっと満員となります。さあ西拓さんですね、申し訳ないです。ミニオーク選手が全員落ちてしまったようですので、ミニオンク選手が戻ってこれば、これでちょうど15ですかね。16、ちょうど16で満員となります。申し訳ないです。ちょっと部屋の名前変えましょうか。あ、予定通り15分にスタートしたいので、どうですかね、ミニオンク選手。それまでに間に合いそうですかね。
まあ、新たに新規の方が入ってきましたけど、申し訳ないです。あと1名の方は、ミニオク選手になります。再起動ですね、はい。申し訳ないです。まあ、もし、まあ、今後、まあ、入り直しということであれば、コメントしていただければ、枠の方を取らせていただきますので、申し訳ないですけど、いません。あー、ちょっと時間を押してます。時間を押してないですけど、ミニオーク選手が間に合うかどうか、ちょっと心配ですね。さあ、それでは、一応戻っていきましょうか。さあ、お待たせしました。さあ、ファステストラップは相変わらずのジャックナイフ選手ですね。タイム更新しましたでしょうか。1分47秒231。さあ、ジャック選手が、今のところ一番速いタイムとなっています。今のところ2番手は、もともとミニオーク選手だったんですけども、ZGTR 選手が上がりました。48秒099。さあ、この週はタイム出るか出ないか。さあ、予選残り時間4分ですので、タイヤ交換しますかね、どうでしょうか。この週ですれば、タイム上げていけるんじゃないかなと思いますけど。さあ、そして3番手にはフリー選手。さあ、タイムが48秒688。こちら、ゼント RCF。そして4番手には、MSK 選手、小座選手ですね。URCF、タイムが1分49秒053。そして5番手には S ロード GTR の、ゼブラ選手ですね。タイムが1分49秒116。さあ、49秒台ですね。さあ、そして6番手のビジョン選手。彼はですね、今回の、レースに向けて、こうおっしゃって、おーっと、ちょっと待ってくださいね。あー、ちょっと新規の方が来ました。あー、ちょっと実況の途中ですけど申し訳ないです。ミニオクさん、もし遅れるようであればコメントしてください。延長5分ぐらい延長するかもしれないので、もし遅れる場合はですね、コメントお願いします。あー、ちょっと待ってくださいね。あ、すいません、ありがとうございます。あ、はい、今開いたと思います。すいません。さあ、これでミニオークさん入れますかね。はい、まあ、ちょっとかわいそうなので、申し訳ないです。18分にスタートします。18分スタートです。あ、大変申し訳ないです。18分スタートとなります。3分延長されましたので、もしね、今、まあ、タイム出せる状況であれば、まあ、タイヤ交換していただいて、まあ、タイムアタックに挑んだ方がいいかなと思います。さあ、今回の参加選手の方、ご紹介しましょうか。ミニオク選手、クロワス選手、アメ選手、タケ選手、シノノホーキ選手、ミニオク選手、あ、いましたね。コザ選手と、ダイス選手でいいですかね。ZGTR 選手、ビジョン選手、そしてユー選手、スワロー選手、ジャックナイフ選手、フリー選手、それからドライバー選手。さあ、オートバックスのロゴで見えない。すいません。移動できるか。あ、どれだ、これか。はい。ゼブラ選手ですね。失礼しました。さあ、レーススタート3分前になりますね。レーススタート3分前になりました。レーススタート3分前になりました。さあ、18分からレーススタートさせていただきます。18分からレーススタートです。
が、ファッシストラップは未だに変わっていません。あ、さあ、そして、ちょっと上位しか見切れていませんけど、3番手入れ替わったか、シノの方、あ、いや、2番手がミニオク選手、上がりましたかね。おっと、ちょっと、何かミスか。さあ、ミニオク選手、残り3分しかありませんけど、立ち直れるか。いや、タイムアタックしてないんですけど、順位戻ってますね。おそらくあれですかね。もともと、まあ、いたからっていう判定で、タイムは残っているっていうことでいいんでしょうか。ミニオク選手は2番手確定です。さあ、そして3番手はシノノホーツ選手。こちら、モチュール GTR。さあ、ZGTR 選手はね、もともと2番手だったはずなんですけど、4番手まで下がってしまいました。後ろにはゼブラ選手、6番手がフリー選手。さあ、7番手がコザ選手、8番手ビジョン選手、9番手がユ選手、10番手スファロー選手、さあ11番手がライス選手、12番手がクロワシホー選手ですね、クロワシ選手、さあ13番手がアメ選手、14番手タケ選手、そして最後尾のドライバー選手となるか。さあ、ちょっとダメージを負っているようです。さあ、レーススタート2分前になりました。レーススタート2分前になりました。さあ、トップはまだ入れ替わっていません。おー、ミニオク選手、あ、ごめんなさい、失礼しました。2番手確定ですね。そうですね、すいません。3番手はシノノホーク選手。あーっと、ちょっとダメージ負っているようだ。これは何があったんだ。フリー走行ですとリプレイ見れませんからね。おそらく単独でしょうか。さあ、接触がなければいいんですけれども。さあ、ごめんなさい、18分になりましたね。さあ、レーススタートさせていただきます。さあ、それではレースの方を始めさせていただきます。赤化による赤旗は1回までとさせていただきます。赤化による赤旗は1回までとさせていただきます。今現在15名の方がエントリー中です。15名の方がエントリー中となっております。さあ、それではレーススタートしましょう。2020オートバックススーパー GT 鈴鹿100キロレース、まもなくスタートです。そのままローリングスタートとなります。さあ、ポールポジションスタートはジャックナイフ選手、2番手スタートミニオク選手、3番手スタートがシノノオキ選手、4番手には ZGTR 選手、5番手はゼブラ選手、6番手フリー選手、7番手は、小沢選手の順となっております。さあ、前者フォーメーションアップを終えて、まもなく最終コーナーへと立ち上がります。さあ、ポールポジションスタートのジャックナイフ選手、さあ、シグナルがブラックアウト。さあ、これは石化でしょうか。スタートバグでしょうか。さあ、再スタートさせていただきます。再スタートです。さあ、赤旗です。さあ、これがラストになります。これがラストになります。さあ、皆さん、エントリー解除お願いします。エントリー解除お願いします。ご協力ありがとうございます。エントリー解除の方お願いいたします。順位はこちらの方で残っておりますので、再スタートは25分、再スタートは25分です。必ず25分にスタートさせます。
あ、抜けてくださいね。あ、ありがとうございます。さあ、今から順位の方を確認しますので、もうしばらくお待ちください。まもなく再スタートさせていただきます。もうまもなく25分になります。再スタートさせていただきます。さあ、ドライバー選手落ちましたけど、コメントがあれば、でも25分ですので、ごめんなさい。再スタートさせていただきます。25分になりましたね。はい。さあ、皆さん大変お待たせしました。石化による赤旗ですね。もうございませんので、このままスタートさせていただきます。
まあ、例えばですね、2番手が、まあ、回ってですね、後ろが遅れてしまうことがありますけども、そのままスタートさせていただきますので、ご了承ください。まあ、もし、5人、6人とかね、回っていれば、回ったその時考えます。はい。あ、それではレーススタートさせていただきます。2020オートバックススーパー GT 鈴鹿100キロレース、まもなくスタートです。あー、ごめんなさい。ちょっとこれは何かのミスか。どうしようかな、どうしようかな。ちょっと待ってくださいね。あ、まさかのトラブル。そうですね。ちょっと待ってくださいね。まさか、こんなことになるとは。私のミスです。ローリングスタートなんですけど、ミスです。すいません。もう一度抜けてください。ごめんなさい。見落としていたようです。さあ、先ほど赤旗ないと言ってたんですけど、すいません。これは、なしですね。すいません。私のミスです。大変申し訳ないです。多分何かの、まあ、手違い。多分おそらくグリッドスタート。まあ、オーナーで決めれるやつがあるんですけど、まあ、言い訳ではないですけど、多分それを間違えて押してしまったのかなっていう感じですね。すいません。はい、トイレですね。はい、待ちまーす。大変申し訳ないです。そうですね。多分ここで触ったんでしょうね。押すと指定で。はい、ごめんなさい。言い訳ですけど。申し訳ないです。すいません。はい、こんばんは。おそらく多分あと一人空いてるかな。まあ、もしね、急遽入りたいっていうことであれば、もしね、いたら入ってきてどうぞ。一人限定です。あ、ごめんなさい。これじゃない。あ、一人限定となっております。ああ、まさかの、ボタンミス、ということで。二人かな、どうですかね。マーサさんはいいとして、ですね。起こした方は、ランバさん。どれだ？じゃあ、アーメイさんだ。アーメイさんですね。アーメイさん、あ、ちょっと待って、確認しますね。アーメイさんがコメントなければ、いけるかなと思いますけど、そしてドライバーさんは、落ちてるの確定ですので、ランバさん、ライスさん。ライスさんは、おそらく、これ確定でいいんですかね。はい。であれば、ベアさん、OK にします。はい、OK にします。はい。じゃあ、エントリーお願いします。今落ちた方、ですね、コメントをしてください。まあ、もしね、何かのトラブルで落ちてしまった場合は、コメントしてくださると助かります。すいません。今入ってきた方は、最後尾スタートとなります。あ、ですね、よく確認しましょう。GTR 選手は4番手ですね。ごめんなさい。これでいいですかね。あ、マサ選手、エントリーお願いします。エントリーお願いいたします。ね、赤旗はないと言いましたけど、今度こそありませんので、すいません。今度こそなしです。はい、申し訳ないですけど、最後尾スタートとなります。後から入ってきた方は最後尾スタートとなります。さあ、二重チェックしますね。はい、ローリングスタート OK ですね。はい。
順位も、おそらく OK かなと思いますけど、はい、問題ありません。さあ皆さんお待たせしました、今度こそ、レーススタートさせていただきます。2020オートバックススーパー GT 鈴鹿100キロ、まもなくスタートです。2020オートバックススーパー GT 鈴鹿100キロレース、さあ今回のポールポジションスタートはジャックナイフ選手、2番手スタートはミニオンク選手、3番手スタートシノノホーキ選手、4番手が ZGTR 選手、5番手スタートはゼブラ選手、6番手スタートフリー選手、7番手スタートコーザー選手の順となっております。さあ各車マシンフォーメーションアップを終えて、さあ間もなく最終コーナーへと立ち上がろうとしています。さあシグナルがブラックアウトしました。さあレーススタート、今スタートしました。さあちょっと後ろが遅れていますけど、これは ZGTR 選手か、さあなですので、3番手以降遅れてい、く形となります。さあ失礼しました、4番手以降ですね。さあなんということでしょうか、 ZGTR 選手お互いに見えていなかったか。さあ1番手スタートはジャックナイフ選手、2番手にはミニオク選手、3番手はシノノホーキ選手、さあそしてちょっと遅れてしまいましたゼブラ選手、4番手前との差が 3.1 秒差、かなり苦しいですね。このままちょっと追いつくには難しいですね。もともと4番手は ZGTR 選手だったんですけども、いや非常に残念ですね。さあそして5番手にはビジョン選手、エプソン NSX、 さあそして6番手争いでしょうか、コザ選手と、ユー選手。さあこちらヘアピンコーナーどうだ。さあここアウトから行く。さあここは抜けない。さあ後ろの方はどうでしょうか、後ろの方は8番手ですかね。さあ団子状態です。さあ5台の争いでしょうか。さあこちらブラックサンダー NSX、 後ろは9番手の武選手ですね、レイブリック NSX。 さあビア選手はこのまま批判するか、おっと武選手ちょっとタイヤが温まっていなかったか。さあ11番手まで下がってしまった。さあちょっとカメラがあれなんですけども、さあフリー選手は11番手、これ下がったんでしょうか、ちょっと見ていきますね。あフリー選手もともと6番手だったんですけども、何かあったんでしょうか、おそらく接触か何かですかね、あるいは単独スピンか、6番手から11番手まで下がってしまいましたフリー選手。さあここは最終コーナー抜いていきます。さあ10番手争い、さあこれは熱い。さあサイドバイサイド、さあ前に出るのはフリー選手。さあそして前にはマッサ選手にいますけど、どうでしょうかモデューロ NSX。 さあ前を捉えることができるかフリー選手。さあ NSX 対 RCF、 RCF は直線は速いんですけど、コーナーとなるとですね、非常に曲がらない車となっていますので、まあ、かなり苦しい展開になってくるんじゃないかなと思いますけど、さあそれでは前の方見ていきましょうか。さあ前は相変わらずのジャックナイフ選手、2番手はミニオク選手、3番手はシノノホーキ選手。さあ先ほどコンマ2秒差、だったんですけれども、今ですねコンマ6秒差です。前との差がコンマ6秒差。さあビジョン選手はどうでしょうか。ゼブラ選手は4番手だったんですけれども、5番手まで下がってしまいましたね。ビジョン選手は、ワンポジションアップ、ゼブラ選手はワンポジションダウンということで、何があったんでしょうか。
まあこれで3周目ですので、まあタイヤがまあ温まらず、まあ、オーバースピードしてしまって、オーバーシュートしてしまったって感じですかね。オートビジョン選手ちょっと NSX は挙動不安定か。さあ GT500 クラス唯一のダンロップ勢です。さあ9番手争いはどうですかね。いや7番手争いか。さあこちらベア選手、ブラックサンダー NSX、後ろには8番手の、ユウ選手ですね。モチュール GTR。 さあ今回モチュールが2台ですね。後ろからマッサ選手が来ている。さあマッサ選手前の車を捉えるか、そして後ろにはフリー選手もいます。おっとフリー選手何があった。あれはちょっとデグな位置で、スピード出しすぎてしまったか、あちょっと踏み外してしまったか。さあまさかのスピン、あ10最高位まで下がってしまいました。これはちょっと痛いですね。さあそして前の方はどうでしょうか。2番手が近いか、ミニオンク選手とシノノホーキ選手。 NSX 対 GTR。 昨夜ですね、昨夜も、富士で GT500 クラス実況部屋立てましたけど、昨日はRCF が優勝しました。さあ今回はまあ、今の現状を見るとですね、 GTR かあるいは NSX になりますね。やはりあの RCF ですと、鈴鹿は少しちょっと苦手ですかね。ちょっと相性が合わないのかもしれません。さあそして8番手争いでしょうか。選手は、まあ、NSX はあの非常にコーナー早いですので、まあ、いつでも受けれるんじゃないかなという感じはしますけど。さあ徐々に近づきつつありますね。さあ9番手モデューロ NSX マッサ選手、さあかなり近づいてきました。さあコーナー立ち上がり、さあこれは並んだまま、さあただ前には出れません。さあ立ち上がり早い GTR。 さあ次のスプーンコーナーで仕掛けていくか。さあテールトゥーノーズ、さあインを入るのはどちら、マッサ選手か、イン側入った、サイドバイサイドスプーンコーナーどうだ。さあ次のコーナーで、これは抑えれないか、マッサ選手、いや上がるか、いやユウ選手もまだ諦めていない。いや直線早いですよ GTR。 さあ次の 130R で、さあ前に出る早い GTR。 さあこれは行った、前に出た、これはなんとか抑えた、熱いバトルだ。マッサ選手これは悔しい。さあただ慌てずに行きましょう。さあレースはこれで5周目に、入ります。さあなんとか抑えましたユウ選手、これは非常に面白いですね。さあ2番手争いどうでしょうか。こちら変わってませんね。さあ引き続き8番手争い見ていきましょう。そうですかね、全体的にはマッサ選手の方が速い感じはしますけど。さあここでかなり近づいてきましたけど、ここは抜けないですからね。逆バンク、デグナーも抜けない。じゃあ次抜くとしたら、スプーンコーナーか、まあ試験ですよね。おっとちょっとユウ選手もったいない、これは、おっとマッサ選手これは危険を察知したか。あ冷静に来ましたね。はい、あこれはいいプレーです。さあ8番手マッサ選手上がりました。一瞬ヒヤッとしましたね。
さあ、ただユウ選手もまだ諦めていない。おっとイエローフラッグ出てますけど、これは前か。あー、どうですかね。あのイエローフラッグは何だったんでしょうか。リプレイ見ていきましょう。何かあったんですかね。あー、前の車。あー、ビジョン選手、ビジョン選手か。エプソン NSX、4番手だったんですけど、ビジョン選手が5番手。そして4番手にはゼブラ選手。あー、ビジョン選手が下がってしまった。あー、後ろからベアー選手が来ている。ブラックサンダー NSX。さあ、AU、RCF を捉える最終コーナー。さあ、そして直線。さあ、ただ AU も負けていられません。さあ、前のエプソン NSX のスリップをお借りします。さあ、ここはしっかり抑えていく。さあ、8番手争いまだ続いています。さあ、ユー選手もまだ諦めていません。さあ、どうだ？さあ、今回 NSX 勢早いですね。さあ、ベア選手は途中参戦でしたので、まあ、もしあのタイムアタックしていれば上位スタートではなかったんでしょうかね。さあ、今回 NSX 勢早いですよ。一気にポジションアップしていってますからね、ミニオーク選手以外は。あー、さあ、そしてベア選手ヘアピンコーナーで仕掛けていました。さあ、あっさりと抜いていきました。さあ、6番手上がりました。さあ、次捉えるのは5番手のビジョン選手。さあ、ビジョン選手としては逃げていきたい。さあ、同じ NSX 同士。さあ、コーダン選手ペース上がらないか。さあ、マッサ選手は前との差が 4.1 秒差。まだまだ可能性はありますね。あ、そして9番手のユウ選手、ペースダウンしてしまったか。さあ、10番手争いが近いか。さあ、スワロー選手、さあ、抜かされてしまった。さあ、10番手上がったのはフリー選手。スプーンコーナー出口でミスをしてしまったか。さあ、12番手は、クロワシ選手ですね。こちら京浜 NSX。 そして最後尾の竹選手となっています。レブリック NSX。 あ、今回 NSX 勢が多いですね。さあ、トップ相変わらずのジャックナイフ選手。2番手はミニオンク選手。3番手は篠野宝希選手。4番手はゼブラ選手。5番手ベア選手ですね。あれ、あー、ビジョン選手抜かれましたね。あー、これは多分ミスですかね。どこかのコーナーでミスをして7番手まで下がってしまったか。あー、一旦ポジションは下がりましたが、さあ、前の6番手を捉えていきます。さあ、ここは立ち上がりでいくか。さあ、ただ RCF も直線速いですからね。さあ、前に出てるのは小田選手。さあ、これで並んだ。さあ、綺麗に並んだ。前に出たビジョン選手。さあ、次の試験で巻き返せるか、ちょっと厳しいか。ただ最終コーナーで望みはあるか。さあ、そしてゼブラ選手ピットに入りました。タイヤ交換です。さあ、7周目でタイヤ交換。ああ、コーダ選手少し厳しいか。ここは抜けない。そして前には、先ほどピットに入ったゼブラ選手。さあ、ニュータイヤですので、ちょっと1周目はまだタイヤは、温まらないと思います。64、ピット入ってたんですね。ありがとうございます。さあ、64号車ピット。ああ、そういうことですね。すいません、ありがとうございます。
失礼しました。ビジョン選手はミスではなく、6周目で、あ、ごめんなさい、7周目ですかね。デブラ選手は8周目に入り、あ、そうですね、ビジョン選手は7周目で入り、デブラ選手は8周目で入ったということですね。失礼しました。さあ、止まると、これは事実上の4番手争いとなるんですかね。さあ、事実上の4番手争いが楽しみだ。さあ、ゼブラ選手もここは引き離していきたいところでありますけど、はあ、ちょっと神々です。さあ、ベア選手はどうですかね。この後入るんでしょうか。ジャックナイフ選手はまだ入ってませんね。ミニオク選手も入ってない。おっと、ミニオク選手、これはもったいない。何があったんだ、ミニオク選手。ちょっとタイヤが持たなかったか、あるいはタイヤカスを踏んでしまったか。そんなことはないと思いますけど、ちょっと止まらなかったんですかね。いやー、これはちょっと痛い。さあ、篠野ホーク選手が2番手に上がった。さあ、4番手のベア選手、前との差が17秒差。これはちょっと厳しいか。あ、後ろの方見ていきましょうか。後ろの方でバトルが行われているか。さあ、各社マシン単独走行ですね。さあ、一番近いのは、あー、ビジョン選手また下がってますよ。あー、今度こそミスですかね。もったいない、ビジョン選手。あー、一番手から4番手なんですけども、まだピットに入っていないんですよね。さあ、もうこの集団入っていいと思いますけど、どうでしょうか。入りますかね。入らない、入りません。さあ、私の見間違いではないですね。はい、そうですね。さあ、篠本選手ピットに入りました。さあ、そしてミニオク選手も入った。さあ、タイヤ交換と給油ですね。さあ、ミニオク選手も今出た。さあ、ジャックナイ選手は、11周目で入るんでしょうね。あ、そしてビア選手入りましたね。なので、ゼブラ選手が、まあ、事実上の4番手、5番手はビジョン選手。6番手はどうだ。あー、6番手はビア選手、かなり近いですね。これはチャンスあるか。いやー、ビア選手14番手スタートでしたかね。14番手スタートから6番手まで上げてきました。さあ、となると、次は5番手を狙うか。さあ、マッサ選手、さあ、7番手を捉えていきます。さあ、ここは非常に抜きづらいですからね。さあ、どうだ。まあ、行きません。さあ、ちょっとその間にですね、前の車の方行きましょうか。さあ、今一番近いのが、あ、5番手6番手ですかね、前の方ですと。さあ、そしてマッサ選手とコザ選手。さあ、 AU 対モデューラネセクス。さあ、そしてジャックナイフ選手ピットに入りました。さあ、そしてあっさり抜いていきます。さあ、ジャックナイフ選手。あ、タイヤ交換と、そして給油です。まあ、余裕がありますので、あ、いや、余裕はなかったか。さあ、ちょっと、ピットタイム遅れてしまいましたかね。さあ、ちょっとピットクルー経験不足でしょうか。さあ、篠野ホーキ選手が、
います。後ろにいます。さあ、ただ、まあ、この週は我慢してですね、12周目から、ジャック選手の本領が発揮されると思います。あっか、ここはしっかりタイヤを温めていただきたいですね。さあ、ミニオンク選手、先ほど1コーナーでミスをしてしまいましたが、挽回できるか、残り8周です。1.8 秒差ですと少し厳しいか。さあ、各社マシン単独走行です。さあ、一番近いのは5番手争いでしょう。あ、7番手はマスター選手、8番手にはフリー選手ですね、そして9番手は AURCF のコザ選手、さあ、そして10番手はユー選手。さあ、9番手争いも近いか。さあ、前との差がコンマ8秒差。さあ、11番手は黒橋選手、12番手、竹選手ですね。イーブリック NSX。ああ、ちょっとコースアウトしていますけど。さあ、最後尾の車と今トップがですね、まあ、かなり近いですので、ここは慎重に、見ていきたいですね。そして最後尾の方、ブルーフラッグ振られましたら、ラインを譲ってあげてください。さあ、問題なく抜けると思いますけど、さあ、ジャック選手、ここはまあ警戒して、おっと、ちょっと詰まってしまったか。さあ、ジャック選手、若干影響出ましたかね。あー、ちょっと篠野宝輝選手が塞がれてしまう形か。さあ、ここは譲っていただきたいところ。言っていただきました。さあ、あまりペースは下がってないですね。さあ、順調です。あー、ごめんなさい、5番手入れ替わりましたかね。ちょっといつ入れ替わったか分かりませんけど、レア選手は5番手上がりました。6番手はビジョン選手。さあ、抜くところを見たかったんですけど、見えませんでしたね。さあ、残り周回数6周です。さあ、そして、9番手争いか。さあ、小田選手と優選手。さあ、どうだ。あー、ビジョン選手は2回目のピットインですね。さあ、2回目のピットインです。あ、タイヤ交換と給油、まあ、やはり早めのピットインでしたので、まあ、足りなかったんでしょうね。さあ、9番手争いまだ続いております。さあ、どうだ、ユー選手並べるか、インから入るか。いやー、ここはいけない。さあ、1コーナー2コーナーへと続いて、さあ、そして3コーナーへと入っていきます。そして S 字逆バンク。あー、ちょっと引き離されてしまったか。9周目のタイムが1分52秒523。ユー選手は1分52秒086ですね。まあ、ペース的にはユー選手の方が上ですね。さあ、ただやはり後半セクションから詰まってしまうんでしょうか。さあ、ヘアピンコーナー、ここはアウトから大きく
曲がってさあテールトゥーノーズ、まあ、ここはしっかりついていきます。さあただ近すぎると抜きづらいですかね。さあちょっと先先端前に出れればいいんですけど、ここはスプーンコーナー行けず、さあ次のコーナー立ち上がりで行きたいですね。さあここでスリップをお借りして、さあ130R、まあちょっと離されてるか、コンマ6秒ならスリップ圏内ですね。さあ次の試験で行けるか、ちょっと足りない、距離が足りない。さあまだ行きませんね。さあここでちょっと続いてしまったか、立ち上がり遅れてしまった。小田選手、さあここはなんとか抑えていったんですけど、ちょっと詰まってしまいましたね。さあ河野武装優選手仕掛けるか、1コーナーどうだ、アウトから行った。ここは危なかったぞ。さあ神々の実況、さあ、小田選手、ここはしっかり抑えていく。抜きたくても抜けない優選手。さあ、いつ抜くのか。いやでもここでは抜けない。抜くとしたらヘアピンコーナーしかないのか。さあ、レースは残り4周。ここは、しっかり抑えていきたい。さあ、バッシングをする。優先手としてはいつでも抜けるよといった感じですかね。さあここはインをしっかり押さえていきます。さあセーフですね。さあかなり近いテールトゥノーズ。さあインに入るか。さあイン側入った。さあ次のコーナースプーンコーナーで並ぶか。いやここは並ばない。おっとちょっと優先手が挙動乱れてしまった。おっと小田選手、ライン変更しすぎたせいか、タイヤが持ちません。あ、非常に熱いバトルが行われています。さあ、ここはインから行くか？ここは抜けない。最終コーナー。ここは行けず。さあ直線番長の RCF、 さあここはしっかりインを抑えていく。いやここは嫌がっていく RCF。 さあアウトから行きます。さあここは並んだまま1コーナー入った。1コーナーを制するのは誰だ。ホドン選手か、前にはスピンした車がいる。これはビドン選手か。ビドン選手何があった。リプレイ見ていきましょう。さあビドン選手何があったんだ。あー、1コーナーミスですね。さあ、おっとビドン選手、ここはしっかり、こらえていきます。さあ残り3周のうちに追いつけるかどうか。8番手争いが非常に熱い。さあまだ続いている。出札1コーナー、ここはおっとちょっとユウ選手がいけないところ行ってしまった。うわー、これは本当にもったいない。何があったんでしょうか。オンボード映像見ていきましょう。あー、いやーこれはもうどうしようもないですよね。なんということでしょうか。さあ9番手上がりましたビジョン選手。残り3周です。さあ残り3周のうちに小田選手は抑えきれるか。さあビジョン選手としてはいつでも抜けるといった感じでしょうか。おっとここで抜いていくか。あっさり抜いていった。ビジョン選手8番手上がっていきました。さあまだユウ選手も諦めていませんよ。さあ小田選手も諦めていません。さああ、すいません。ここで残り3周ですね。ここでちょうど残り3周です。さあ、ちょっとトラブルですかね。すいません。マイク差し直します。
さあどうですかね、エコー直りましたかね。もしかし最初からエコーついてましたかね。さあどうでしょうか。さあちょっと反応遅れてしまったんですけど、残り3周ですね。さあどうでしょうか。ユウ選手はまだチャンスありますね。まだチャンスあります。さあ残り2周となりました。残り2周。さあトップはジャックナイフ選手、2番手にはシノノホウキ選手、3番手ミニオーク選手、4番手にはブラックサンダーのベア選手、5番手はゼブラ選手、ウェスロード GTR、 6番手はフリー GT 選手ですね、ゼント RCF、 7番手はマッサ選手、モデューロ NSX、 そして8番手にはビジョン選手、エプソン NSX、9番手入れ替わりましたね。これは試験でしょうか。あ、ちょっと前カメラさんが、あ、はい、いいですね。あー、ちょっと飛び出してしまったか。最後の最後で飛び出してしまいました。ちょっとタイヤのパンクでしょうか。うまく走れていません、コーザ選手。スローパンクチャーでなければいいんですけど。まあ、8番手がビジョン選手、9番手がユウ選手、10番手がコザ選手、11番手が、クロマス選手、12番手が、タケ選手ですね。さあファイナルラップです。ファイナルラップ。さあこのままトップゴールとなるかジャックナイフ選手。さあ2番手は篠野幸喜選手。おー、3番手が入れ替わった。またもやこれは試験員ですかね。さあ試験員で抜かされてしまった。さあか、ミニオンク選手。さあ、ちょっと戻していきましょうか。あ、ミニオンク選手、これはもう、離されてしまいますかね。さあ、ファイナルラップですよ。さあ、ジャック選手、最初から最後まで単独走行でした。いやー本当にジャックナイフ選手は本当に速くなりましたね。確か DR はまだ B ですよね。走りはもう全然 A プラスだと思いますけど、彼としてはですね、ランクを上げるのがめんどくさいとおっしゃっています。同じ B ランク帯からするとですね、なんやこいつというふうに思う方もいます。はい、僕なら思うでしょうね。さあ最終コーナー立ち上がっていきます。さあ2020オートバックススーパー GT 鈴鹿100キロレースを制したのはジャックナイフ選手でした。おめでとうございます。さあ2番手ゴールはシノノホーク選手、モチュール GTR。 さあそして見事に、14番手スタートから3番手まで上がっていきましたウェア選手。さあなんということでしょうか。さあベア選手が3番手ゴール。さあそして4番、いやミニオンク選手一気に下がった。あーっとこれはまさかのダイナミックピットインか。さあ4番手ゴール、ゼブラ選手5番、いやおガスケツか、ガスケツか、いや違ったミニオンク選手。これはあれですね、手抜いてたと言いますか、なんて言うんでしょうか、すいません言葉を失いました。6番手ゴールがフリー選手、7番手ゴールがマッサ選手ですね。気を抜いたですね、すいません。
手を抜いたではないですね。はい、8番手ゴールビジョン選手、残念ですね。さあ9番手ゴールがユウ選手、あ、そして10番手ゴールがコーザー選手、ユウ選手との、バトルがありましたね、非常に出て面白かったです。さあ11番手ゴールのクロワス選手、あ、そして最後尾ゴールの竹選手ですね。さあ12番手ゴールです。皆さんお疲れ様でした。ご覧の順位の結果となっております。さあトップゴールのジャックナイフ選手です、おめでとうございます。あ、皆さんお疲れ様でした。あ、トップゴールのジャックナイフ選手ですね、おめでとうございます。さあ、次回はですね、コンソーレースとなります。コンソーレースです。昨日は富士 100kmGT500、 今日は鈴鹿 100kmGT500、 次はそうですね、まあ、コンソをやります。はい、皆さん本当にありがとうございました。もしね、この放送が良ければグッドボタンお願いします。今回初めての PC 配信でしたけど、いかがだったでしょうか。何かね、こうするといいよとか、あればコメントください。今ね、スポンサーの日とかいろいろありますけど、ちょっとレース画面ですね。ですね。